っけ？なんか、あれじゃん、発足して最初の試合でさ、うん、解説のジョーさんがさ、ジョー昌司がさ、うん、なんて面白いサッカーなんだって言って、あ、そうなんだって思って。懐かしい。俺、日本代表だけ再生リスト作ってるからさ、あれを追うと、もう、なんか歴史分かって面白いね。ハリルの時からずっとやってるから。あ、そうなんだ。で、まあ、ジョー昌司はさ、やっぱり横浜FC時代にさ、うん、2桁得点年間したのに、うん、給料は全然上がんなくて、うん、こんなんじゃティッシュも買えないって言ったのがもうずっと忘れらんない。買えるよって。ティッシュすげえ高級なの。使ってあと昔ね、掛川誠ってキーパーがいたんだけど、うん、神戸を退団になったのね、うん。その時にさ、まあ、だいたいお世話になりましたとかさ、うん、そういうの言うじゃん。うん、だけど掛川誠は、グッバイ神戸って言ったのね。うん、なんてかっこいい人だよ。セクシーすぎると思って、めっちゃ好きと思っちゃった。